これダイソーでね、洗えるウォッシュスリッパ100円っていうのこれ買ったんですけど、100円やったらもう使い捨てでよくないですか？はい、お疲れ様でございます。手に紙粘土がね結構ついてるんですけど、もう関係ない関係ない、撮影していきましょう。ちょっと今ね別の収録をやっててね、紙粘土で手が汚れてるんですけど、もう関係ない、そんなも関係ない。今回紹介しますのはこちらのビニール袋ですね。これ欲しかったんですよ。これが欲しさに購入したみたいなとこ、こっちメインですよ。そしてこの袋についてきたおまけなんですけど、じゃん、そうです、これね普通の単3とか単4の充電器ではないんですよ。18、ああここ太陽製品書いてますね。10440、ああなんかここに紙粘土が入り込んでる、気になる、気に、あ、いやもういいでしょ。10440、14500、16340でね、なんだかなんとかね、18650、そうです、これね、これ全部対応した充電器なんですよ。こういう風にね挟めるようになってるんですよ。これめっちゃ便利じゃないですか。これなんといってもこの USB インターフェースなんですよ。なんていうんですか、モバイルバッテリーからこう充電して、こっちに意味ない、全然意味ない、モバイルバッテリーからこっちに充電したら、こう移動してるだけ、エネルギーが移動してるだけ。これもね、これウィッシュで購入したんですけど、この値段で購入することができます。 USB4 とスロット、スマートチャージャー、そうです、充電器のことですね。18650、なんか2種類電池のサイズ持ってるんでね、両方充電できるかどうか、これを試していきたいなというふうに思います。まずはこちらの18650、これをセットしていきましょうか。プラスとマイナスをね逆ったら大変なことですよ。これこうセットしていきます。そしてこちらですね、このサイズも対応してるんですよ。こちらは16340対応してますね。これをこうセットしていく。そしてこれももう一個あるんで、ウルトラファイヤー、これ GP のがあるといいんですけどね、 GP のこのサイズの持ってないですよ、ウルトラファイヤー。はい、そしてこれを携帯とかのね、あのアダプターにセットするだけですね。これをつなげていく。ちょうどここにありました、撮影場所の横にありました。これを接続していきます。そうするとね、そうなんです、これ電池が充電できてるところはこうなるじゃないですか、赤のランプつきますよね。つないでないところは緑のランプ、つまりこれ完了したら緑のランプつくんじゃないかと勝手に思ってます、勝手に思ってますよ。説明書入ってない、その分からへん、説明書が入ってないから分からん。それでは充電をしばらく何時間か置いときます。なんかこの仕様的にはね、この間買ったこの単3と単4が充電できるタイプ、これに似てますよね、仕様が。ここ通電してるから今ね触ったらあかんと思うんですよ。危ない、気をつけてください。これむき出しになってる、パナソニックのやつやったらね、こうカバーがちゃんとあるんで、ね、大丈夫なんですけど。そしてこれね、充電中こんな裏向けたらあかんのですけど、モデルが BH-04210-04U、 これが片隙みたいですね。 DC5V 1A から 2A、 アウトプットが 4.2A から 1000mAh。 あ、メイドインチャイナって書いてる、 C マークの下にメイドインチャイナ、来ましたね、これ来ましたね。はい、ちょっとね1時間ぐらい経ったんですけど、こちら緑のランプに変わりましたね。これはつまり充電が完了したっていう意味ですよ。充電が完了したらどんどん緑になっていくっていうことですね。わかりやすい。ちょっと待って、昼寝してたら完了してました。16時間ぐらい昼寝してたんですよ。ちょっと16時間ってね。そしてこれ全部緑になってます。あー、手にボンドついてる。ちょっと別の作業してる。そうです。全部緑になったっていうことは、すべて完了してるっていうことですよ。電源を、USB インターフェースを引っこ抜いて、これでもう充電できてるっていうことですね。すごいすごいすごい。
これ便利じゃないですか。この4種類 1,2,3,4,5,6 4種類じゃない、8種類の電池が全部対応してるっていうことです。こちらね、海外のウィッシュっていうサイトでね購入できますので、1個ぐらい買ってみてはいかがでしょうか。そしてこの電池をね何に使うかっていうとね、ちょっと企業秘密です。それは、ね、言えへん。それは申し訳ないけど言えへんな。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、このこっくりさんのシート、家の部分がない、灰と灰しかない。え、勝手に置く、いやいやいや、どこ行くねん、どこ行くねん。